そっちで飲まさよ。そっち頭にしてちゃんと。なに？病院行くかね、じゃあ。え？そんな。大丈夫。でも学校電話するよ、じゃあ。今日お休みしますって。うん。もうちゃんとほら、汗拭かんからだわね、あんた。今学校出ましたからね。大丈夫かね。あれだったらほら、お母さん午前中仕事休みにしてさ、半休にして病院連れてってやることもできるよ。どうする？どこ病院？中央病院。ちょっと、そうしようかな。じゃあ行く？だったらもうすぐお休みの連絡職場に入れてそれで行くから。でもさっきの7度3ぐらいだったんだけど、でも上がるかもしんないしさ。でもなんかそんなに熱は様子見る？じゃあ今日は。ないんだけど、なんかもうなんかね、なんか目の、え？目のなんか奥の下？何それ、怖い。なんか目の奥の、目の奥の、なんか下の、左か右かな。目が痛いってこと？なんかそこら辺から、なんか頭痛がするというか。じゃあ病院行くか。ね、今はね、今は行かないよね。いいよ、病院行くでいいよ。じゃあそれはそれでも、そこまできつくはないかな。痛いけど、でもまだ我慢できる範囲。じゃあ一回行くよ。じゃあ仕事、いや行ってきて、頑張ってきて。でもどうしてもだったら、あの携帯に電話してくれたらいいから。もしだったらほら、午前中じゃ様子見て、午後にほら、午後休みにする？もし午後辛くなったらほら、で病院行けなかったってなったら嫌だから、午後休みにしようか。わかんない？今。なんかちょっと待って。そうだよね、ごめんごめん、なんかガチャガチャ言って。でもほら、じゃあだったら、辛いんだけど、なんか一回じゃあ帰ってこようか。でもか、じゃあ午前中のあれ終わったら、お母さん一回電話するから。でもその時にどうしてもきつかったら病院行こう。頑張ってほしいよ、欲しいよ。何頑張ってほしいって。仕事。言われなくても頑張ってる、毎日。そうするようだ、だからとりあえず午前中だけ仕事行くから。ね。ごめんなさい。応援してるから。何気持ち悪い、応援してるって、そんな。先生なんか言ってた。ん？宮沢先生なんか言ってた。誰出た電話？
宮沢先生、うん、でも、あ、そうですかと、大事にどうぞって、うん、うん、お大事にどうぞとは言ってないけど、お大事にって言ってくれてたから。でも昨日あれ3人休みだったからね。あ、そうなの。インフルが流行ってるのかもしれない。じゃあ病院関係行けんわ。でも、じゃあ行こっか。じゃあもうインフル、いやもう勘弁して。違う、インフルはすぐ、うーん、何、職場移せないよ今私だって。病院行くか、すぐ行こう。インフルはあのすぐ熱がガッと上がるのね。節々痛くない今。うん。ああ、じゃあ大丈夫だ。でも、あの、目の、どこって。それなんなん、じゃあ、連れてってほしいってこと、病院。じゃあ、行くよ、じゃあ。目の奥の下、なんか難しいんだけど。UO キャッチャー。うん、だから病院行こうって。UO キャッチャーだとしたら、は？なんだろう、左に3秒、奥に4秒ぐらいの場所が痛いの。わからん、お母さん。うん、多分ね、ちょっとおかしくなってるかもしれないけど。だから行こうよ、じゃあ行こっか、準備して。じゃあ、インフルじゃない。で、今検査だけど、検査したらってなっちゃう。どういうこと、何言ってんの。検査したらってなっちゃうから、検査できない。何言ってんの。検査できないから、で、とりあえず今休みたいってことね。だからとりあえず、びっくりするね。ん？びっくりする。だからお母さんとりあえず仕事行くだけ行くけど、本当にしんどかったらすぐ連絡して。うん。うん。もう行くから、もう時間も、時間だし。うん。会社に休み。私の携帯に電話してって言ってる。うん。うん。そうして。OK？ うん。ごめん。もう雨じゃん。危ない。もうほら。ごめんね。タオルだけ変えよう。うん。なぜかいてもって。血出てる。出てない。血は伝言ってね。タオルだけ変えよう。うん。うん。ちょっと待って。ちょっと待って。何？いいやる。うん。うん。着替えがこっちにあるね。うん、もし。もう男もしそうだったら、うん、もしそうだとしたら、ごめんね。でも楽しい、うん、だからあの連絡して、あれがいい。とりあえず行くから。ご飯さ、うん、何食欲あんの。うん、夜の可能性がある。夜食べれる可能性があるから、うん、あれがいい。すき焼き無理だよ、そんな。何言ってんの。なんで。とりあえずお昼は一回帰ってくるから。お昼、うん、あんたご飯のこともあるしね。よかった。はい、申し訳ない、お母さん。
何してんの？目の奥痛いんだよね。ゲームなんかしたら目痛いんじゃない？それ何かな？ガブ飲みメロンソーダだね。元気だよね。行こっか、学校。何？やる？やらない。ちょっとだけ、うん、取り戻そうかなと思って。うん？取り戻そうかなと思って。何を？今までの自分を。どういうこと？今までの自分を取り戻そうかなと思って。スイッチで取り戻せるの？元気だった頃に戻りたいから、無理やり元気で。元気だよ、ガブ飲みメロンソーダ飲めるならね。うん、減り具合が全然違うもんね。はい、行こう。うん、お父さんに判断してもらうから、それお父さんにも言うからね。ごめんなさい。はい。